はい、こんにちは、116ウィンズです。さて、いよいよ3月から6年ぶりの WBC が始まりますよね。どうしても開催時期ですとか怪我の問題、保険の問題ですとか、まあそういった問題から今回も各国何人か辞退者が出てしまってはいるものの、とはいえ各国なかなか面白そうなロースターを組んでおりまして、なんだかんだ出場する選手のレベルも過去一番なんじゃないですかね。WBC という大会自体が徐々に大きくなってきていることを実感し、大会が始まるのが待ち遠しいところでありますが、そんな WBC、 我らがマリナーズからも何人か国を代表して戦う選手たちがいます。今回は WBC に出場するマリナーズ勢、注目選手を中心に皆さんにご紹介しまして、これまでの活躍ぶりですとか、また大会本番ではぜひここに注目してほしいなどを、一人のマリナーズファンの独断と偏見によってピックアップしましたので、ぜひ彼らを知ってもらうとともに WBC でも応援してもらいたいなという趣旨の動画でございます。それでは早速見ていきましょう。はい、まず一人目はイギリス代表としてプレーするハリー・フォード。フォードは2021年ドラフト1巡目指名を受け、プロ入りしたキャッチャーで、現在マリナーズ参加ナンバーワンプロスペクトとして高い期待を受けている20歳の選手です。昨年が初めてプロとしてプレーするフルシーズンとなったわけですが、19歳ながらシングル A で104試合に出場して OPS8 割6分3厘。キャッチャーとしてのスキルはまだまだ途上にあるものの、フォードの魅力にキャッチャーというポジションからは想像できないほどのアスレチックさがありまして、こちらはぜひ注目してもらいたいんですが、このおかげで将来的にセカンドやセンターも守れるんじゃないかとも言われていますし、昨年23盗塁を記録しているあたり非常に動ける選手として知られています。またこの年齢にしてはアプローチも卓越しており、足とアプローチの良さから WBC 予選では1番キャッチャーで出場していましたね。イギリスは今回アメリカやメキシコなどと同じプール C ということで厳しい戦いが予想されていますが、格上のメジャーレベルのピッチャー相手にフォードがどこまでイギリスの切り込み隊長として機能するかは個人的にも楽しみなポイントとなっています。続いて2人目はイタリア代表としてプレーするマット・フェスター。フェスターはなかなかの苦労人のリリーフピッチャーですね。もともとブルペンの一角を担う期待の若手として2018年に初めてメジャー昇格を果たすも、2018年、2019年と目立った結果を残すことはできず、2019年オフに DFA、MLB の40人枠から外されてしまうと、さらに追い打ちをかけるかのごとくトミー・ジョン手術を受けることにもなってしまい、キャリアに暗雲が立ち込めていました。ただそこから必死の努力によって復活し、ロースター拡大にも助けられて昨年の開幕ロースター入りを果たすと、以降は場面を問わず投げるブルペンの便利屋として活躍しました。53試合で防御率 4.17、平均球速も92マイル程度と、成績も速球もパッと見は平凡そのものなんですが、面白いくらい横方向に変化するスライダーと、軌道がフラットに近いゾーン高めフォーシームの組み合わせという、今まさに MLB で流行りつつある投球スタイルを駆使してかなり空振りを奪えるピッチャーですし、またマリナーズでいろんな場面での登板経験を積んだ点は、代表でも重宝しそうです。イタリア代表がどのようにフェスタを使うかはわからない部分も多いですが、彼の器用さを発揮できるような使い方を見せてほしいなと思いますね。3人目はカナダ代表としてプレーするマット・ブラッシュ。2020年夏にパドレスとのトレードでただ同然みたいな見返りでもらってきたこのブラッシュは、マリナーズで才能が開花した結果、昨年開幕ローテーション入りを果たすまでになったんですが、ただ先発では結果が出なかったことからシーズン途中にブルペンへ。ブルペンに回ってからは防御率 2.35 と活躍し、最終的にはかなり信頼されて送り出されるピッチャーとまでなった印象のあるこのブラッシュですが、彼の代名詞といえばやっぱり変化球ですよね。ブラッシュの変化球、スライダーとナックルカーブがメインの球種ですが、冗談抜きでまるでゲームの世界みたいな変化するんですよね。で、ここに最速99マイルの力のある速球も組み合わせてきますので、バッターからすればノーチャンス。WBC みたいな初見の対戦も多い短期決戦では、特にブラッシュのような制圧力は強みとなりそうかなと思っているところでもあります。また昨年のシーズン終盤、サービス監督がイニング途中、ランナーを抱えた厳しい場面であっても結構躊躇なくブラッシュを投入していましたが、代表でもそういった役割を担う可能性がありそうですので、ピンチでのブラッシュの投球にもぜひ注目してみてください。4人目はベネズエラ代表としてプレーするエウフェニオ・スアレス。近年は思うような成績を残せず、昨年3月にレッズからジェシー・ウィンカーと共に半ばサラリーダンプのような形でマリナーズにやってきたスアレスですが、結果的にあれはスアレスを獲得するためのトレードだったと思うくらいの活躍を見せてくれました。マリナーズに来てからは近年のスランプを払拭し、打者に厳しい T モバイルパークでプレーしながらも150試合でホームラン31本、 WRC プラス131、野手ではフリオに次ぐ活躍ぶりで1年間見事に主砲の責務を全うしてくれました。スアレスで注目していただきたいのはやはりそのパワーですかね。
リーグトップの196三振を喫しているように確実性には欠けるんですが、とにかくバットに当てればボールは飛ぶ。昨年シーズン終盤に右中指の骨折のアクシデントに見舞われ、一時は中指を固定した状態でのプレー、完全にバットを握れない状態で打席に立っていたにもかかわらず、軽々とセンターオーバーの打球打っていましたからね。どんなパワーしているんだと。ベネズエラ代表でもその怪物級のパワーはぜひ見せてもらいたいところ。またスアレスはそんなパワー型というイメージとは裏腹に、自打球でリフティングするという意外な足元の器用さも売りだと個人的には思いますので、WBC でもそのスキルの披露に密かに期待していたりもします。5人目以降はドミニカ共和国でプレーする選手たちです。まずはディエゴ・カスティーヨから。カスティーヨは本来勝ちパターンを任されるところ、5月に3登板で合計3アウトを取るまでに9失点したりと、少し不安定さも目立ったシーズンと昨年はなってしまいましたが、それでも防御率 3.64 にまとめ上げたのは立派。投げてみるまでその日コントロールがいいか悪いか計算が立ちにくいて使いにくさもあるんですけれども、なんだかんだ最終的には抑える、チーム伝統の劇場型リリーフに収まりつつあるような気がしています。私は勝手にカスティーヨをスライダーモンスターと呼んでいますが、実際彼のスライダーは投球の6割以上を占める球種で、ここに90マイル中盤の進化を織り交ぜる横方向の変化を巧みに操るパワーリリーフです。ドミニカ共和国のブルペンはいいピッチャーも多いので、どれだけ彼にチャンスがあるかは未知数ですが、この投球スタイルはまず見てもらいたいかなと。またカスティーヨは投球動作に入る前のルーティーンが少しせわしなく、1球ごとに帽子を直してグラブをはめ直してつま先をトントンしてと、よくそんなに詰め込んだなと思うくらいとにかくずっと動いているんですが、ずっと見てるとこのルーティーンがちょっと癖になってくるとかならないとか、ちょっとぽっちゃりボディの彼がやるからなぜか癖になるんですかね。6人目はテオスカー・ヘルナンデス。ヘルナンデスはコーンフブルージェイズからトレードでやってきたスラッガーなので、まだマリナーズでのプレーがどうというのはないんですが、2020年と2021年2年連続でシルバースラッガー賞に輝くなど、リーグ屈指の強打者として知られ、強力ブルージェイズ打線を支えていた一人でもありましたよね。 MLB 屈指のハードヒットを量産する強打者であり、また試合の重要な局面、ハイレバレッジシチュエーションでの打率が2020年以降3割3分9厘、WRC プラスが170とチームがここで打ってほしいと願った場面で結果を残してきた選手でもありますので、ドミニカ共和国打線が強力すぎて多分ヘルナンデスは6番とか7番の下位寄りの打順に担うことになるでしょうが、こういう短期決戦でもしっかり力を発揮してくれるんじゃないのかなと。またヘルナンデスは体がめちゃくちゃごついにもかかわらず、非常に笑顔が素敵な選手としても知られ、ブルージェイズファンからも大変愛されていたわけですが、その笑顔が光る WBC ともなるといいなと思っています。そして最後は我らがフランチャイズの星、フリオ・ロドリゲス。2021年の東京オリンピックでは母国の銅メダル獲得に貢献し、そして今回も代表入りを果たしたわけですが、オリンピックからまだ1年半くらいしか経っていませんけど、随分と選手としての立ち位置は変わりましたよね。昨年新人王に輝き、さらにはマリナーズと最大で17年にも及ぶ長期契約を結ぶなど、これからのマリナーズ、そして MLB を背負って立つスーパースター候補に成長したフリオですが、やはり WBC では彼の走攻守全てにおけるダイナミックなプレーの数々、ここをぜひ注目してほしいですね。フリオは平均打球初速が昨年 MLB 上位 8%、スプリントスピードが MLB 上位 2%、そして肩の強さが MLB 上位 4% と、すでに全ての力においてトップクラスの才能を持っていることを昨年見せたわけですが、その力が最大限発揮された時にフリオが見せるプレーというのは見るものを虜にするのかなと。またフリオのプレーというのは彼自身が心の底から野球を楽しんでいることが伝わってくるような感じで、本当に見ている方も幸せな気持ちになれるんですよね。見ていてこんなに楽しい選手もなかなかいません。このままいけばこれからの WBC でも代表常連になると思いますが、彼をきっかけとして野球の楽しさが世界に広まり、野球の国際振興の面でも大きな役割を担ってくれたら良いなと期待しているところです。他にもマリナーズ参加のミルカー・ペレスがニカラグア代表、ブレイク・タウンセンドがオーストラリア代表、ホセ・カバレロがパナマ代表として出場する予定となっています。ということでマリナーズ勢の活躍ぶりにも、この動画ご覧の皆様にはぜひ注目していただきたいなと思いますし、また WBC に国を代表して出場する選手たちにとっても、とにかく怪我なく最大限力を発揮できる大会となることを祈っています。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。